はいどうも皆さんどうもお世話になっております。 YouTuber 平本です。ということで、さあ今日ね、新しいイベントかなちょっとですね考えましたので発表させていただきたいと思いますが、それがこちら。はい、ズドンズドン。さあ、カンターレオカリナ秋のスタンプラリーということでね、さあどうですか皆さん、スタンプラリー好きでしょ。ということで、カンターレオカリナもですねスタンプラリーをやることになりました。なんのって話ですけども。まあ実はですね、まあ一本前ぐらいにですね、この下半期ですね、いろいろとね、私が主催したりとか、まあカンターレに依頼があったりとか、まあいろいろコンサートあるんですけども、その中でスタンプラリーをやろうと。解説しようと。そして全部コンプリートした方には何かね、ノベルティをプレゼントしようと。言ったこういった企画になっております。さあ、どのコンサートが対象かって言いますと、この秋のスタンプラリーですからね。この秋のカンターレオカリナのスタンプラリーですから、対象となるのは、まず、9月26日、今月の26日に開催するカンターレオカリナ合奏団。はい、まずこれ、水戸でございます。こちら来ていただく。そして、その場で台紙もちゃんとご用意します。ハンコもね、別々にちゃんと用意しますから。そこでまずペタンとしてもらいます。で、次です。10月6日、こちらですね、新栗祭り、笠間の新栗祭りの中で、そちらに来ていただく。はい。そして3つ目、11月の4日、こちらですね、カンターレ U さんのオータムコンサート、この3つでございます。この3つのスタンプラリーをトントントンと押してもらえますと、なんと、素敵なノベルティグッズが、この日でございます。11月4日、カンターレ U さんの時に、お渡しできると言ったこのツアーになっておりますね。どういったもののノベルティかっていうのはね、わかりませんけど、まあ、素敵なコンサートを聞いて、スタンプを押してもらって、なおかつ、11月4日に、まあ、僕がね、お渡ししますから、ぜひこのスタンプラリー3つ来ていただきたいな、コンプリートしていただきたいなというふうに思ってます。でちょっとですね、詳細見ていきたいと思いますが、まず一発目。そう、これ。これに来ないと話にならないからね。うん、3つのうち2つではダメ、コンプリートですから、まずここに来てちょうだい。9月26日に開催します。これもね、僕も運営で携わっておりますカンターレオカリーナ合奏団第1回定期演奏会、まずこれに来てちょうだいね。こんな感じです。感じで、もう本当にね、私が立ち上げたキンキンの素晴らしいグループでございます。場所はですね、水戸市民会館の小ホールというところになってます。ご用意しておりますし、高野美雪先生のね演奏もありますね。あんまり高野ね美雪先生のね演奏って僕も実は素材持ってないから、まあこれね、素材も使わせてもらおうと思ってますので、ぜひ、まず9月26日、これ水戸に来て、スポンとまず押してください。で、次、これです。次、これです。こちらはですね、依頼のコンサートなんですけども、クリーナ吹きたい。ね。これですよ、これ。これを使ってるグループです。はい、どうぞ、と。Thank you.
この皆さんが10月の6日、笠間市で開催します、シングリ祭り、これね、の最終日ですね、6日の日の朝10時半スタートで、11時30分、たっぷり1時間、クリーナタイル吹きます。はい、参加していただく皆さん、ぜひ頑張ってください。こちらもですね、その、水戸でもらった台紙を持ってきてください。ね。ポンポンと、これ2つ目です。さあ、3つ目、はい、これです。はい、11月4日、カンターレユーさん、オータムコンサートということで、こちらですね、こちらも笠間のですね、地域交流センター岩間あたごというところになっています。こちら駐車場あります。はい、こちらがですね、会場が13時、開演が13時30分ということで、まあ、非常に、まあ、1時間ちょっと、ユーさんがやりますんで、そちらの模様どうぞ。ということで、でカンタレユーにはですね、小川先生も所属してもらってるので、小川先生と、まあ、うちの、平本隆夫のデュオなんかも、ちょっと僕今考えておりますからね。で、こちら3つ言っていただくと、ということでね、何かノベルティグッズを私考えておりますので、このカンタレオカリナ、まあ、初ですね、スタンプラリーは。うん。あの、コンサートでスタンプラリーってあんまないよね。いいよね。これが好評であれば、ね、つくばと真岡の集いもありますからね、うん、そちらももう後でやっていこうかと思ってますんでね、いいじゃないですか、このトントントンとこう3つ来ていただけると何かしらのノベルティグッズがね、11月4日その場で私手渡ししますからね。ただまずですよ、まずこのね、26日の水戸、ここに来ないと始まんないからね。ですからね、あの、ぜひ来ていただければというふうに思っておりますんで。はい、もう一回ですね、このスタンプラリー3つ何かって言いますと、9月26日、今月の9月26日、カンターレオカリーナ合奏団、祝第1回定期演奏会、水戸市民会会小ホール、会場が13時、そして開演が13時30分。まずこちら来てください。そして2回目。10月6日、シングリ祭り、クリーナー吹き替えが出ます。笠間、そちらでございます。すぐです。10時30分から11時30分、こちら来てください。ポンポンと2個目をします。そして最後、11月4日、カンターレユーさんのオータムコンサート、地域交流センター、岩間あたご、これ無料駐車場あります。こちら、トントントン3つ押していただけると、ノベルティーグッズがもらえますので、皆さん、ふるってご参加お待ちしております。では、まず水戸ね。